い、それでは時間になりましたので、計算科学技術特論、始めたいと思います。本日も先週に引き続き、東北大近県の西松さんにお願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。岩田さん、ありがとうございます。エフィラムと共有電体の2回目で、西松が話させていただきます。で、このスライドは、前回もお見せしましたが、エフィラムを1枚のスライドで紹介したものです。有電体の、あ、すいません、これ今日は抜けてません。共有電体のマルチスケールシミュレーションです。で、ペロブスカイト型酸化物 ABO3 を対象として、それをまず、第一原理計算で、精密に計算して、有効ハミルトニアン H エフェクティブを構築してやって、その H エフェクティブを、その H エフェクティブっていうのは、後で出てきますけども、こう一つ一つの、ユニットセルをギスピンに、このちっちゃな矢印のギスピンに、見立ててやって、それが相互作用している系と考えてやって、それを、時間発展させて、有限温度の性質をシミュレートするというのが、特徴です。で、大規模で長時間の計算が可能になっています。で、まあ、いろいろな計算ができるんですけども、装填位や、ドメイン構造、こちらが装填位ですね。装填位の様子、横軸温度で、縦軸が、格子状数で、3回の BATIO3 の装填位が出てたり、あと、ヒステリスループなどの、シミュレーションができるということです。で、今回は、その中でも、電気熱量効果、弾性熱量効果と呼ばれているものについて、ご紹介したいと思います。で、まず電気熱量効果、弾性熱量効果っていうものは、なんだっていうのを、ご紹介したいと思います。すいません。電気熱量効果というのは、まず共有電体に、外部電波をかけておきますと、分極が揃う、共有電装に K がなります。で、その後外部電波を外してやると K が上流電装になって、その時 K の温度が下がるという性質があります。これは、省電効果の逆効果なんですけども、その、それを電気熱量効果。一方、また、共有電体に引っ張り応力をかけておくと、分極が揃う共有電装になって、その引っ張り応力を外してやると、K の温度が下がる、上流電装になって K の温度が下がるという、性質もありまして、それが弾性熱量効果と呼ばれています。で、これら、2つとも固体冷却装置としての応用が期待されていまして、エフィラムでシミュレートできないかと、米国のアイオワ州立大学とか、ドイツの、プロジェクトがあるんですけども、4、5年前から共同研究をさせていただいて、いくつか論文も、書いてもらいました。で、2つとも、アイオワ州もドイツも、なんていうんですかね、こう省エネにかなり取り組んでいるところで、アイオワ州はなんか風力発電の、割合が、全発電量の、消費電力かよくわかんないですけど、全発電量の 20% ぐらいだそうですね。ドイツは、まあ、政治的な関係もあるかもしれませんが、そういう省エネに力を入れているところで、こういう、フェロイッククーリングで、といって、磁気熱量効果とか、
そういうのも含めた、プロジェクトが走ってて、その一つに、今入れていただいてます。で、それを、どうやってシミュレーション FE ラムでシミュレーションしているかというのを、今回前半でご紹介したいと思います。でこれも、先週お見せしたスライドですが、共有電帯の、共有電帯をどのように FE ラムでシミュレートしているかという手順をご説明しています。まず、共有電帯 PATIO3 や PBTIO3 を第一原理計算で調べて、有効ハミルトニアンを構築してあります。でこれは、25個のパラメーターを持っています。で、これにはアビニットを改造して中身をちょこっと書き換えて利用して、前回ご説明した谷底線の方法を、インプレメントしてやって、それを、使ってます。で、カットエネルギーが60ハートリーとか、平面破天荒のカットエネルギーが60ハートリーとか、8×8×8 の、細かいメッシュの経点を使ったりして、高精度な計算をして やります。で、有効ハミルトニアを構築してやるわけです。でしかしながらこの時、絶対零度 の基本的には第一原理計算というのは絶対零度の物性しかわからないので、そこで構築してやった有効ハミルトニアを分子動力学法を使っていろいろな条件下で時間発展して物性を予測してやろうというのが、私の開発しております FE ラムです。でそれによって大規模な径の長時間のシミュレーションが可能になっています。これは、前回ご説明しましたように、FFT を使ってダイポールダイポールインタラクション双極子相互作用を、高速に計算しているからです。で、そのせいもありましていろんな温度とか圧力、歪み、バルク波と膜化、外部電波をかけたりするシミュレーションができるようになっております。で、エフェクティブハミルトニアン、有効ハミルトニアンをどうやって構築しているかというと、その前に、素子化をしてやって K の自由度を、簡単化してやってから、有効ハミルトニアンを構築しております。で、実際のペロブスカイト型共有電帯というのは ABO3 タイプですねの共有電帯というのは、単位方中に5個の原子があって各原子は XYZ の3方向に動いて、スーパーセルの計算なんですが、その中に N 個の単位方があるとすると 15N で、15N プラス6っていうのは歪みの6成分ですね。で全体で 15N プラス6の自由度があります。でそれを、単位方に1つの双極子ベクトル Z スター UR、Z スターっていうのは単位方あたりの有効電荷、 U っていうのが長さをの、単位を持った、長さの次元を持ったベクトルで、 R っていうのがスーパーセル内の、ユニットセルの場所のインデックスですね。で Z スター U っていうのと、単位方に一つの音響ベクトル WR っていうのとで置き換えてやって、計60ユードをパワー単位方にしてあって、全体で 6N プラス6の自由度に、計の自由度を簡単化してあります。で、絵で描いた図が、一番下で、アトミックなピクチャーから2つのベクトルのピクチャーに、焼き直してやって、でその U と W で、このような有効ハミルトニアンを、構築してあります。で、HEF イコール、初めの項が U のカイネティックエナジー、次が W の、すみません、運動エネルギーですね。で M スターっていうのがそれぞれの、単位方あたりの有効質量になります。で V セルフっていうのが U のその場のポテンシャル、V ダイポール、次の行の V ダイポールっていうのが U と U の
ダイポールインタラクション、次が U と U のショートレンジのインタラクションで、次が、6成分の、歪みから来る弾性エネルギー、次が、W から来るインホモジニアスな弾性エネルギー、 U と歪みのカップリング、 U と W のカップリング、 U と外場 E とのカップリングです。で、すなわち双極子をたくさん並べたこのような、スーパーセル、たくさん並べたスーパーセル周期境界条件での計算になっております。で、まあ、パラメータは先ほど言いましたように、第一元理計算で決めたものですが、新しく、その1994年とかに、バンダビルトたちが決めたのよりちょっといいパラメータを、2010年に僕たちが、計算して直して、それを使って、計算を しております。で、さらにその自由度を、減量することによって、計算のコストを下げることもできて、先ほど言いましたようにアトミックっていうかイオンの秒像では、5個の原子かける3方向の重度で15重度パーユニットセルでしたが、それを組織化してやって、U と W の、2つのベクトルかける3方向、6ユニットパー6パーユニットセルに、落としましたが、さらにこの W をその、ですね。U と、なんか W が入ってないですね。すいません。ここが、これ全然間違えてますね。すいません。ここが W で、すいません。V エラスティックインホモ W プラス、V カップリングインホモ UW ですね。ごめんなさい。後で、直したものをアップロードしてもらいますが、これ、その W の入っている、こっちで言うと、すいません。この W の入っている2つの、ポテンシャルを最小化するように、W を 最適化で決定することで、U のみの MD を行って W は MD をしないという方法で、さらに30度パーユニットセルに落としてやる、そういう、さらなる自由度の減量をすることもできて、そうすると計算時間がまた半分にはならないんですけど、半分ぐらいにはなるので、それでも高速化をしてやってます。で、どのように電気熱量効果を、計算しているかっていうのの、計算条件をご説明している、スライドはこれで、BATRO3 の場合、96キュービックのユニットセルのスーパーセルを使って、有限の外部電波を、かけておいてやって、カノニカルアンサンブル計算、低温の熱力と接触しているような、計算をまずやってやって K の温度を決めときますというか K をある温度で、熱平衡状態に持ってってやります。この時いろんな、方法が使えるんですが、ベロシティスケーリングだったり、ノセポアンカレの、サーモスタットを使ったりして、やれるんですが、最近では、ベロシティスケーリングを使って、計算してやって、その後、外部電波をゼロにしてやって、ミクロカノニカルアンサンブル計算、外径と断熱して、
全エネルギーは一定の計算をしてあります。そうし、図で書いてあるのはこの図ですが、縦軸が、外部電波、横軸が MD ステップで、まず、すいません、5万 MD ステップで、サーマライズしてやって、温度をある、温度に設定してやって、そこから外場を切って、平衡状態まで持ってって、一定エネルギー平衡状態まで持ってって最後の1万 MD ステップで、温度を測ってやると、そういう計算をして、電気熱量効果を求めています。で、外部電波はシミュレーションですといくらでも大きな、電波をかけることができて、0から500キロボルトパーセンチメートルまでかけてやってシミュレーションを行います。実際ですと、共有電体キャパシタを薄い薄膜ですと、このぐらいでもかけれるようになってはきてるんですけども、どうしてもディフェクトがあると絶縁破壊とか起きてしまうので、なかなかこのような、電波を大きな電波をかけることができないですが、コンピューターの中だったらいくらでも大きな、電波をかけることが、できるということです。で、あとはですね、この全エネルギー一定の計算にはリープフロッグの方法を、用いています。カエル飛び法ですねを用いて、そうするとかなり長い MD 計算をしても全エネルギー一定に保ってくれるので、リープフロッグを、採用しています。で、ただその比熱として実験値を、使わないでもいいんですけども、使いたくないんですけども、その先ほど言ったように K の自由度を、下げてるせいで、5分の2とか5分の1にしてるせいで比熱を過小評価してしまいます。で、そのせいで、そのどのくらいデルタ、K の温度が下がったかというデルタ T を、過大評価してしまいます。なので、補正が必要になります。で、どういう補正かというのを、次でお見せしてますが、2つとも横軸が温度で、縦軸が、電波を切った時にどのくらい温度が下がったかというのを、コンピューターの中でどのくらい温度が下がったかというのを縦軸に書いています。で、左の図は、スーパーセルのサイズが、サイズを、48キュービックと、48キュービックと、96キュービックで比較してますが、スーパーセルサイズがちっちゃいと、どうしても、温度一定の時の、計算の周状態が、K 全体としてこう、揺らいでる場合があるので、その K 全体としての揺らぎがこう、揺らぎとしてこのグラフでの揺らぎとして出てしまうので、できるだけ大きなスーパーセルを、取った方がいいというのを示した図ですね。で、横が先ほど言ったその補正、どういう補正をしているかですけども、縦軸がデルタ T で横軸がそのイニシャルの、K の温度ですね、ベロシティスケーリングとかで、設定する温度ですね。で、外場を、これはゼロにはしてないですね、160kVpcm から 60kVpcm に、変化させた時にどれくらい温度が下がるかを、見ています。で、先ほど言ったように、ベクトル2個で、やった計算、ベクトル1個でやった計算、
U と W の時と U と、U だけの MD の計算がありますが、このようにデルタ T を過大評価してしまうので、その自由度を、ちっちゃくした分だけこのデルタ T を、もちっちゃくしてやる必要があると。そうすると、2つともまあ大体同じ曲線になって、あと、マックスウェルの熱力学的なあの関係式を使う と、間接的にあの、電気熱量効果っていうとはというのも電気熱量効果は見積もれるんですが、それが赤の実践なんですが、この3つがまあ大体合ってるということで、この、計算方法でいいだろうということで、このようにして、その電気熱量効果を見積もってやってます。で、実際の、計算ですが、これも、BATIO3 で300kVpcm をかけているときに、横軸が初期の温度でどのくらい、温度が下がったか、生の、デルタ T が、こちら側の左側の縦軸、これが、5分の1にしてる、5分の1にして補正してやったのが、右側の縦軸になっています。で、外部電波を、001方向、110方向、111方向にかけてやって、切った時の、どれくらい温度が下がったかをプロットしているわけです。で、この時に、001方向にかけてやった時に、この、装填温度あたりで一番大きな電気熱量効果が得られるということが、この図からわかるわけです。で、あと面白いのは、バリウムタイタネート BATIO3 っていうのは、3回の装填を、起こすわけですが、その、低温の方の、装填、の時に、負の電気熱量効果っていうのも、見られるということが、要するにこのデルタ T がこの時はプラスになっているというのも見られるということが、分かりました。で、このようにあの001方向に電波をかけてそれを、切ってやるというのが一番、大きな効果が得られるので、そっちの方向に電波をかけて今度は電波の強さと、デルタ T を、比較してやってます。ものはまた BATIO3 で、横軸が、初期の温度、縦軸が、どれくらい冷えたか、今度は、すみません、左側に、5分の1にして補正した温度、横軸が、生のデルタ T を書いています。で、5kVpcm をかけて、その電波を切った時は、この灰色の、グラフになりますが、TC 装填温度のところで鋭いピークを、持ちますが、その温度についての幅がない、電気熱量効果にの、得られる温度についての幅がないということが分かります。で、50kVpcm、 100、200、300、400、500とこう上げてやる と、そのデルタ T 自体の大きさは、比例しては大きくならないんですけども、その幅が、電気熱量効果の得られる温度の幅が広くなっていくということが、分かります。で、今度は PBTIO3 に、電波をかけた場合ですが、これは U と W 両方、MD をしてます。横軸が、イニシャルの温度で、縦軸がこちら側が、デルタ T ローというのは生のデルタ T ですね。
T デルタ T コレクテッドっていうのが、その生のデルタ T をこれは5分の2、した時の、値です。で、上半分が、電波を突然かけた時、下半分が電波を突然外した時ですね、の、温度変化を書いています。要するにこれは例えば一番上の、水色の、すいません、スクリーンではちょっと 見づらいですが、水色の線は、電波を0から急に 400kbpcm に、スイッチオンしてやると K の温度が、これだけ上がりますよということを示しています。で、逆に、あ、これすいません、ここも間違えてますね。400kVpcm、急に、電波を切ってやると、これだけ下がりますよというのが、見えます。で、面白いのは、上の方はその、TC のところで両方とも200kVpcm でも 400kVpcm でも、ピークが見られるんですが、下だとこうだんだん高温にずれていくということが、見て取れますが、これはその、電波誘起の相転が起きてしまうせいで、こうこの、電気熱量効果の始まる温度が、決まると、いうこともわかります。で、今度は男性熱量効果ですが、全く同じように、引っ張り応力をかけてそれを切るということで、温度変化を見積もってあります。で、一時効力化で温度一定のカノニカルアンサンブルで MD、 これは先ほど申しましたようにベロシティスケーリングで、MD をしてあって、温度一定になったらその後、外部応力を切ってエネルギー一定のミコロカノニカルアンサンブル計算をして、ある程度時間が経ってから、平均を取ってやって、イニシャルの温度からの、温度変化を見積もってやります。まあ、これも外部応力としていくらでも大きな引っ張り応力をかけれて、かけれます。で、先ほどと同じように、比熱を過小評価するので温度変化は過大評価するので、また補正が必要です。で、ものはこれ PBTL3 ですが、横軸が、また、イニシャルの温度、縦軸が、左が生のデルタ T、 横軸が、5分の2をかけてやって補正したデルタ T で、引っ張り応力をかけて、切った時にどのくらい温度が、K の温度が冷えるかで、やっぱり、引っ張り応力を、強くかけた方が広い温度領域で、男性熱量効果が得られるというのも、この計算からわかります。あとは一番下のマイナス8、0.8 ギガパスカルで引っ張って離したんですけども、その、この平行になるまで待つこの時間を増やすと、ちょっとこの何ですかね、この男性熱量効果の起きる幅が広がるということが、要するに引っ張って離してやって待ってやると、共有電素から常有電素にこうコロッと転がり落ちる時間が長ければ長いほどこの幅が広がるっていうのも、MD の計算なんで見ることができるということです。で、そんな様子を書いてやったのが、15ページの図で、引っ張り応力をスイッチオフするときの PBTL3 の状態の線を書いてやっています。
どれも横軸が温度で縦軸が、電波を、かけて、あ、電波じゃなくてですね、引っ張り応力をかけてる時と引っ張り応力を外した後の、分極、Z 方向の分極になっています。で、上の方が高い、あ、大きな引っ張り応力 1.6GPa 0.8、0.4 で0の引っ張り応力をかけてやっていて、その時の、繊維の、共有電素から常有電素の、繊維の状態を様子を矢印で書いています。で、強い引っ張り応力の時は、高温まで、共有電層が、発現して、その例えばこの、T2 まで、共有電層になって、そこから引っ張り応力を外してやると、この下の状態に、下の常有電層に遷移するっていうのがその T2 の青い矢印ですね。で、赤い矢印が、一番大きなデルタ T を得られる、繊維の様子で、それよりちょっと下の T1 に行くと、共有電層から共有電層への繊維になるので、大きな弾性熱量効果を得られないっていう繊維がその、T1 の、点々の矢印になっております。要するにこの T1 と T2 の間だけ大きな弾性熱量効果が得られるということです。で、あまりにもその引っ張り応力が低くて、低いと、共有電層から共有電層に遷移する、遷移する、効果、遷移する時の熱量効果が得られないので、引っ張り応力が低いと、弾性熱量効果はちっちゃくなってしまうということを示しています。まあ、0ギガパスカルを、まあ、かけてるというか、ずっとそのままでも、でちゃんと、主状態と主状態は同じですよというのが示したのが、まあ、下の図ですけれども、このような、仕組みというか、このような機構で、K の温度が下がっているわけです。で、今度、ですね、この左の図にあるように、初め、引っ張り応力をゼロで、サーマライズ、温度を一定にしてやって、そこから急に引っ張り応力を、かけてやる計算をしています。そうすると、そうすると、どんなデルタ T が得られるかですね。横軸はまた、初期に設定した温度で、縦軸が、生のデルタ T、右の縦軸が、5分の2した、補正したデルタ T になっています。で、いろいろな、外部引っ張り応力をかけてやって、外部引っ張り応力を急にスイッチオンしたときにどのくらい K が、温まるかっていうのを書いてます。で、そうすると、なぜかこの上の方にジグザグが見えるということが分かりました。で、なんでこんなジグザグが見えるのかなという、のを、考えてやって、初めは分かんなかったんですけども、これはちゃんとこの周状態を可視化してやると分かりまして、このジグザグの、下の方を、可視化してやると分かりまして、常有電状態、要するに装填温度より、ちょっと高い常有電状態から急に、引っ張り応力をかけると K が、共有電状態になるんですけども、この時に引っ張り応力っていうのはプラス Z マイナス Z の方向がないので、電波のように
方向がないので分極はどっち向いてもいいんですね。そのせいで、180度ドメインができてしまうんですね。そのためにシングルドメインにならないせいで電気熱量効果が、低く出ている時があると、そういうことが分かりました。左の図がクロスセクション、横の図がスライスで、左の図ちょっと見にくいですが、全部矢印で書いてあって、赤い矢印が、Z 軸、紙の紙というかスクリーン、上向きが Z 軸で、まあ上向き向いてるのが赤い矢印、下向き向いてるのが、青い矢印で書いてありまして、これ、右の図がそれをスライスですね、この外部応力のと垂直な方向にスライスしてあって、赤の白抜きが、Z プラス方向、青の塗りつぶした四角が Z マイナス方向に分極しているユニットセルを書いてます。このような、180度のストライプ状のドメイン構造ができるせいで、このような、弾性熱量効果に、ジグザグが出てしまうわけです。こちら あのジグザグの下の方が、180度ドメイン構造、上の方がシングルドメインの構造ということです。で、前半をまとめますと、ペロブスカイト型共有電体 ABO3 のための第一原理有効ハミルトニアンに基づく高速な分子動力学計算コード FELAM を作っております。で、それによって電気熱量効果や、弾性熱量効果のシミュレーションが可能で、それにはまずベロシティスケーリングで、温度一定の計算をしてやって、次にディープフロッグで、エネルギー一定の計算をしてやって、直接的な MD シミュレーションでどのくらいの温度が下がるかを、見てやっています。で、後半ですが、それをまあそれも含めてどのように、FELAM を動かすのかとか、いう、ことを、説明しております。で、これはですね、弾性熱量効果を、の MD の実行方法ですが、まあ1行しかないんですけども、FELAM エラスト 770K1、VS っていうのは、先ほど言ったVelocity Scaling で、入力ファイル .felam で、次にエラスト 770K2LF、leapfrog.felam と、このように、2つ入力ファイルを続けてやって、2つ目の入力ファイル、leapfrog の入力ファイルに、continue イコール true と書いておけば、1つ前の入力ファイルの主状態から、1つ前の入力ファイルの主状態から、MD が継続するので、このような、先ほど申し上げたような弾性熱量効果の、MD が実行できるように、なっております。で、この FELAM の実行方法と入出力ファイルの特徴ですが、独自入力ファイルになってます。非常に簡単な、形式ですが、独自入力ファイルになっていて、FELAM 392K 329K.FELAM 393K.FELAM 394K.FELAM というドット FELAM という拡張子がついているのが入力ファイルで、そうするとログが、それぞれの、ベースネームっていうんですけども、この前の方にドットログがついたようなファイルに、ログが書かれると、出力のログが書かれると、
という、感じになっております。でその他の出力ファイルもこのベースネーム、あ、すみません、ベースネーム、ドット拡張子という、出力ファイル、例えばスナップショットも、最後のアベレージを取ってどのくらいの温度になったかとか、そういうファイルも、ベースネームプラス拡張子という、ファイルに書き出されます。そうすると計算した後のファイルの整理が非常に楽なので、そのようになっています。で、特に、その他の出力ですが、特に注意を要するエラーとか、警告、エラーは、止まってしまう、なんか計算がおかしくて止まってしまう場合とか、ちょっと変だけど計算を続ける場合とかは、標準エラー出力に、エラーを書き出してから、計算を続けると、そういう、方法というか、そういう、プログラミングもしております。で、FELAMは標準出力を使っていません。これはなぜかというと、標準出力をバッファしないシステムがまだ存在していて、そのせいでプログラムの実行速度が遅くなってしまうんです。そのディスクに書き込むのを待ってしまうので、遅くなる場合があってあるので、FELAMでは標準出力には、何も、ログなどを書き出すことはしていません。で、これまでの後期の配信講義でも皆さん自分のプログラムの入力ファイルをどうしているかっていう皆さんそれぞれの思いの丈を述べておられましたが、私もちょっとどうしているかっていうのをご説明したいと思います。でいくつかもちろんあると思いますが、実行時引数で指定する方法があったり、これはpoff を使うと簡単に割とうまくいくっていうのはちょっと後で説明したいと思いますが、この、オプションをのような形式ですると、シミュレーション用のパラメータも簡単に指定できるので、ちょっと後でご紹介したいと思います。で、何回も指摘されているように、ファイルでその行の順番に指定してするのは、このように例えば393で、これは温度だよ、方法は MD でやるよとか、こういうのは、論外だっていうのは何度も皆さん、言われているように、機能を追加すると、破綻してしまうので、こういう入力ファイルにするのはやめましょうということですね。で、ファイル名、ファイルで名前と値を指定するのは、機能の追加もしやすくて簡単ですよというのは簡単なので、 FELAMでは独自パーサーを独自にその、入力ファイルを、解釈するプログラムを使って作って、そのような方法をとっています。で、フォートランには、ネームリストっていうのがあって、それも、一つの手段と言えます。これも同じような形式で書けるので、見やすいんですがあります。あとでもう一回、復習というか、一つ一つについてコメントしていきますが、XML があったり、あと DSL って、これ、今までどなたも、言及してなかったと思うんですが、ドメインスペシフィックランゲージというものがありまして、それを利用するというのも、一つの方法ですね。それぞれの、利点欠点を次ページで解説していきたいと思います。で、ですね、入力ファイルをどうする、で、実行時引数で指定する方法がありますが、もちろん、実行時の引数の、順番に意味を持たせるのは論外です。先ほど、述べましたように、機能の追加とかね、破綻してしまうことが多いので、すいません。例えばこのドット論外1
0.03 とかこういうのは、いけませんよということです。ただすごいとても便利なコマンドラインオプションパースライブラリー POPT っていうものがありまして、これを使うと、割と、簡単にうまくいくんですね。でこれは、RPM っていうあのレッドハット系の Linux のパッケージシステムがあるんですが、それ用に開発されたオプションパースライブラリー、コマンドラインオプションパースライブラリーでありまして、これ非常によくできてて、これを使うと、まあコマンドラインで、パラメータを与えるのが非常に簡単になるという。もちろん、なんていうんですかね、このシミュレーション用にこのコマンドラインオプションパースライブラリができているわけじゃなくて、RPM っていうコマンドで使うために、できているんですけども、もちろんシミュレーションとかで、使ってもよくて、これ、二次元結晶成長でも、クリスタルグロースっていう、まあ、デモのプログラム、X アプリケーションなんですけども、要するに画面でリアルタイムで、描画される、デモなんですけども、これを書いた時に使ったんですけども、非常に、うまくいったと思っていて、ご紹介させていただくと、これをか、使うと、非常に簡単にこのような、このようなっていうのは分かりませんね。まずは、-help っていう、オプションをつけて実行すると、自動的に生成された、ヘルプドキュメントが出てくるんですね。usage、利用方法を書いた、テキストを出してくれますね。ダイヤメーター、ボールの直径か、直径を指定したり、箱の高さを指定したりと、というのがありまして、まあ、ヘルプが自動生成されて、さらにゲットテキストっていう、またこれもライブラリーがあるんですけども、ゲットテキストっていうライブラリーを通すと、多言語の、国際化された、ヘルプメッセージも出すことができて、できます。で、それにを見て、あ、こうするんだなって分かって、コマンドラインオプションを、こうつけてやって実行すると、このすいません、スクリーンでは薄くて見えないかもしれませんが、こう後ろにぼんやりとあるような二次元の結晶成長、これ階層のような、これももちろんパラメーターによっていろんな結晶ができるんですが、結晶成長ができるっていうプログラムなんで、これもフリーソフトウェアなんですけども、で、まあ、POPT を使ってこういうこともできるよっていう紹介をしてみました。ですね。はい。で、はい。で、これは、どんな Linux にも、シグインにもパッケージがあるんで、インストールも簡単なんで、簡単なそのシミュレーションソフトを C で書くんだったらパパッと書けるんで、非常におすすめの、テクニックだと思います。で、入力ファイルをどうする、2つ目が、独自ファイルプラス独自パーサーですね。利点としては、可読性、人間が、読みやすいと。で、分数とか単位を指定してやって指定することができる。これはアビニットなんかが、採用してますが、どうしても結晶の構造とかを指定する場合、3分の1とか3分の2とか、指定してやりたいことがあって、その代わりに 0.333333 って書いてあるのはまあ面倒くさいので、この分数で指定してやれるようにする、やったり、そんなパーサーを書くこともできるということですね。で、あとコメントにハッシュから書くことにしておけば、1行目に指番、ハッシュ、びっくりっていうのを番って呼ぶらしいんですが、ハッシュ番縮めて指番を書いてやることで、
入力ファイルを実行性を持ったスクリプトにもできるという、まあ、利点が、まあ、大したことないですけども利点もありますということです。まあ、欠点としては、独自パーサーを書くのが面倒、あと、パラメータを振るためのループの実装とか、アビニットとかでだとパラメータを振れるんですけども、 そんなループの実装をループをできるようにしたり凝り出すとキリがないので、なかなかそれも悩みどころと。なので、パラメータを振るのは、FELAMの場合は実装してなくて、入力ファイルを、一箇所だけいっぱい書き換えてやって、ずらーっと引数に並べてやって読み込ませてやる、そんな、ことをしてますが、もちろんループを実装したりすることもできます。なので、FELAMではこちらの、方法を採用しているということですね。このハッシュバンはまあ自己満足かもしれませんが、まあ、Windows とかだとダブルクリックすると動くようにしたりすることもできるので、まあ、面白いかなっていうだけですが実装しています。で、次に、XML ですが、利点としては機械可属性が高いと、要素と属性を使い分けることが、できますよと、入れ子構造にできますよと、フォートラン用の FOX ライブラリというものがありまして、あ、すみません、これ何ともできているこの黄色というかオレンジ色の、文字のところはクリックしてやるとそのホームページに飛ぶので、あのクリックしていただければいいと思うんですが、 FOX ライブラリというのがフォートランにはあるので、それも使えることができます。ただちょっとライセンスが微妙なので、あのライセンス的には使いにくいかなというのが、一点ちょっと欠点としてはあります、この FOX ライブラリで、欠点としては、あの人間可読性が低くなってしまう、あのでっかくなると低くなってしまう、あとスペルミスが検出しにくいという、欠点があって、あのカウンターを導入して参照されなかったタグを見つけたりすればいいのかなと思うんですが、スペルミスっていうのはあの学生さんがプログラムがあの動かないんですって持ってきて、まあ9割方はスペルミスのことが多いので、あのスペルミスをプログラムで検出してくれないのはちょっと、なかなかあのなかなか、スペルミスをできればプログラムで検出してほしいので、まあ、欠点としてはそういうことが挙げられるかなと思っております。で、入力ファイルをどうする、フォートランのネームリストを利用すると。で、利点としてはどんなフォートランのコンパイラーにも実装されているので、簡単に実装できると。欠点としては古くて可読性がそんなに悪くないんですが低いと、あとエラーメッセージが不親切、これもあの、学生さんが動かないんですって持ってきてた時は大抵あのスペルミスだったりあのカンマの付け忘れだったりするので、そういう欠点もありますよということです。で、もう一つ、ご紹介しときたいのは、ドメインスペシフィックランゲージというものを利用するということですね。ドメインスペシフィックランゲージというのは、ある目的のためだけに書かれた言語っていう、まあ、意味なんですけども、ちょっと定義は曖昧なんですが、まあ、例えば、Ruby 版のメイクである Lake というものがありまして、それを使うと入力間の依存関係を記述できるかもしれないし、並列処理もできるかもしれない。あ、すみません、これ、リンクをしてないですが、田中正弘さんという方が書かれた PW Lake というものもありまして、こういうものを使えばいろんな工夫ができるかもしれませんし、 Python ですと、アトミスティックシミュレーションエンバイロメントっていうのがありまして、
これを、使って入力ファイルを書くことにすれば、多彩な機能がすぐ使えるようになるので、まあ便利だなと、利点が書いてありますが、スクリプト言語のループ機能を使ったりして、そのまま使ってパラメータを振るということができますし、入力ファイルに属性、実行属性も簡単に初めからスクリプト言語なんで、与えられたりできますし、利点も、多いですね。もちろん1分の3とかも書くことができますし、簡単。ただ欠点としては、C やフォートランのインターフェースを書くのがめんどくさいので、Python も Ruby も一応 C へのインターフェースの書き方っていうのはあるんですけども、書くのが面倒なので、それさえ乗り越えれば、まあ、いろいろな、可能性が広がってるんです。広がってるということです。で、まあ、デイブ・トーマスっていう、Ruby の本をたくさん書いてる人が言ってることは、プログラミング is a process of designing your own DSL っていうことですね。プログラミングというのは、あなたの独自の DSL をデザインするプロセスであるということを言ってるそうです。はい。で、最後に、GUI は使えるかどうかっていうんですが、今のところ、一人で GUI を、グラフィカルユーザーインターフェースを、実装するのは難しいかなと思っていて、その、なぜかっていうと、独自パーサとマニュアル、まあ、それも英語、日本語書いて、さらに GUI まで、こう、バージョンアップさせていくのは、パラメータの増加とか変更に対応するのが非常に大変で、まあ、この3つを自動生成できるような仕組みが、できれば、まあ、やってもいいかなと思うんですけど、なかなか大変だなと思っています。で、GUI 以外は、まあ、Popt が参考になるかもしれない。要するに、独自パーサと、マニュアルですね。ドキュメントが自動的に、プログラムをしてやればできるので、参考になるかもしれません。で、入力方法、プログラムへのパラメータの入力方法は、以上で終わって、今度出力ファイルの工夫、FELAMの出力ファイルの工夫を、述べたいと思います。で、先ほど申し上げましたように、入力が393kelvin.felam なら、出力は 393kelvin.log とか、が、出力ファイルになるということ。ちなみにこの 393kelvin というのは、バリウムタイタンで BATF3 の装填温度ですね。まあ、どうでもいいんですけども、そのような仕組みになっています。で、バーバス値、饒舌値による出力量の制御も可能になっています。下に飛んじゃいますけど、バーバスイコール2ってすると、めちゃくちゃいっぱいログが測れて、すぐ、メガバイト、ギガバイトぐらいになってしまうんですけども、そのような、いっぱいログを測ることもできるし、1にしたりすると、適度な量のログが測れたりすると。そんな出力量の制御も行っています。で、FELAMの工夫としては、ファイル名、どこでそのログが出力されたかっていうソースのファイル名と行番号が書き出されるので、デバッグなどの時にどこで何をやってるかが一目瞭然で、Emacs エディター上で実行すれば、そこをクリックしたり、Next Error と、MetaX Next Error でソースコードの回答部分にすぐに飛んでいくれるので、まあ、デバッグに便利ですということですね。これは、こういうアンダーバーアンダーバーファイル、アンダーバーアンダーバーとか、LINE とかを、利用してるんですが、してるだけなんですが、実行の様子が、この下になります。Emacs Editorで、実行して、そのログファイルの冒頭部分がハイライト表示されている様子ですね。
でこのハイライト表示されているところをクリックするとソースファイルのこの行に飛ぶんで、そこがどういう、そこにどういうソースが書かれているのが一目瞭然になっているということですね。はい。で、あとは、可視化の様子ですが、先ほどお見せしましたようなこの断面とかスライスとかをどうやって可視化しているときですが、入力ファイルを実行すると、例えばスナップショットが 393kelvin.0004000.code に記録されます。この、4万というのはそこの MD ステップですね、に記録されます。で、それを、EPSM キャプスレイテッドポストスクリプトファイルに可視化するツールが、パッケージに同梱されていて、例えばクロスセクションを、書くのが、FELAM クロスセクション Q.sh ですね。で、これは中ではあのグニュープロットを読んでいて、そのグニュープロットが EPS ファイルを書き出します。で、FELAM スライス .ruby っていうのは、先ほどの、文曲のスライスを書いたプログラムで、これは Ruby スクリプトで、ポストスクリプトファイルを、直接書き出すようなプログラムになっています。まあ、こういうプログラムが用意されているので、スナップショットの、可視化は、まあ、一応できると。で、アニメーションは自分でやんなければいけなくて、今のところ僕の方法としては、イメージマジックっていうパッケージの中のコンバートっていう、プログラムで EPS ファイルを GIF ファイルに変換して、それを、GIF サイクルっていう、コマンドでパラパラ漫画にしてやってアニメーションをしてやります。アニメーションはあの先週お見せしたやつです。この GIF サイクルのサイクルが、変な綴りなのは、これ多分フランス人が、作ってるんで、CYCLE とかではなくて SICLE なんだと思うんですけども、パラパラ漫画を、作る、コマンドで、これも、オープンソースで、配布されているので、シェルを、この下にあるように、法文とかでシェルをシェルで工夫してやればできますよということですね。で、以上でこの入出力とか可視化は終わって、今度 FELAM のコンパイルの手順とかパッケージとかについて、ご説明していますが、いろいろな、フリーソフトウェアのように、パッケージをダウンロードしてきて、タワーで展開して、ビルドディレクトリを作って、そのビルドディレクトリに、移って、このダラアンダーバーというのはこの直前に実行したコマンドの最後の引数をこれで置き換えれるんですが、そこに行ってコンフィギュアのヘルプを出して、コンフィギュアしてやって、並列メイクしてやって、メイクチェックでチェックもできて、まあ、インストールしたければ、スーパーユーザーになってメイクインストールすれば、インストールできます。で、このような、コンフィギュア、メイクインストールでコンパイルインストールできるソースパッケージの構築を自動化してくれるのがオートツールズです。グニュオートツールズを使っています。で、FELAM は、このオートコンフ、オートツールズの中のオートコンフとオートツールズを使っています。で、あと残り10ページぐらいでオートツールズを、紹介したいと思います。非常に便利なツールなんで、紹介したいと思います。で、オートツールズとは、テストとパッケージングの、パッケージングの自動化をしてくれるフリーソフトウェアです。で、FELAM では、オートコンフとオートメイクだけを使ってます。で、これは M4 っていうスクリプト言語で書かれているんですが、その知識は不要で、まあ、
コメント業を DNL で始めるっていうぐらいの知識だけで、M4 を知ってる必要は全くありません。で、基本的に3つのファイルを用意すれば使い始めることができて、基本的にオートリコンフっていう、コマンドだけで簡単に使えます。一応、日本語の解説がここにありますので、この黄色い文字をクリックしていただければ、いいかと思います。今回はちょっと、触りだけですが、説明したいと思います。で、自分で書くのは、すいません、こうスクリーンだと潰れて しまうかもしれませんが、一番上の、configure.ac と makefile.m を書いてやると、ここら辺の処理は、全部オートリコンフがやってくれて、ちゃんとこの2つが書かれていれば、configure と makefile.in っていうのが生成されて、configure を実行するとそれが、config.h とか makefile を作ってくれて、それで make すると、実行ファイル feram ができますよということです。すいません、レジェンドから説明すればよかったんですが、四角が入力ファイルで、丸が、プロセスで、下にできたファイルが下にできますよというのが、この図ですね。はい。で、注意点としては、開発者用のツールなので、ユーザーはそのマシンにオートツールズをインストールする必要はないし、オートツールズについて知っている必要はありません。ソースは伝統的に src というディレクトリ以下に置きますよと。で、フォートランでもこの、オートツールズは使えます。いろいろな、命令とかが用意されていて、変数も用意されていて、あとでちょっと説明しますけども、フォートランでも C プリプロセッサーを使うと便利です。あと自由形式のオプションを調べるコマンドなんかも用意されています。で、ただし、C 言語のプロジェクトの場合は、ファイル間の依存関係を自動的に調べてくれるんですけども、フォートランの場合はまだ、makefile.m に依存関係を書いておくことが、必要です。そうですね。Gfortran とかだと依存関係を調べるオプションとかが、できてるので、将来的には、これもできるかもしれませんけども、まだ、現段階では依存関係を makefile.m に書いておくことが必要です。C はもう依存関係全部自動的に調べてくれるので、全く書く必要がないんですね。非常に便利なツールになっています。で、オートツールズを、使ってみましょうということで、一応サブバージョンで、FELAM のトランクをチェックアウトしてやって、FT っていう、FELAM トランクかなディレクトリにチェックアウトしてやって、オートコンフで、やってやると初回に やるとオートメイク、あとミッシングを実行しなさいと言われるんで、実行して、もう一回オートコンフを、実行してやって、やるともう、パッケージ用のコンフィギュアとかができるので、それを実行してやって、メイクして、チェックしたり、クリーンしたり、ジストクリーンしたり、で、最後にコンフィギュアして、メイクディスト。メイクディストっていうのは、配布用パッケージを制作する。メイクディストチェックっていうのは配布用パッケージを、厳格にテストしてから制作すると。そんなこともできますよ、ということです。で、新たにその configure.ac とか makefile.m、ソースすら makefile.m を書き換えたら、この星マークのところからやり直します。で、ちょっとだけ、この実行の様子を、ご紹介しますと、星マークのところからだけ、実行してみますと、オートリコンフか。
オートリコンフで、まあ、V オプションつけてもつけなくてもいいんですけども、つけてると何をやってるかが分かって、このオートコンフとかオートヘッダーとかオートメイクを実行しましたよっていうのが、分かって、それから何やるんでしたっけ。あ、そうするともうドットコンフィガーができてるので、ドットコンフィギャーヘルプでこう、ヘッドだけ見せますかね。この、コンフィギャー、コンフィフロンフィアーゼ、フィーラム、バイ、タケシニシマスンタラとか、ユーセッジとか、これ冒頭部分だけですけども、ヘルプもずらずらと自動的に作ってくれますし、もちろん、コンフィギュアすると、G フォートランを見つけてくれたり、FFTW があるかどうかをチェックしてくれたりして、メイクファイルを、作ってくれたり、SRC メイクファイルを作ってくれたりして、この現在時刻ですね、作ってくれて、もちろんここからメイク、すると、メイクができるというような、簡単にその、コンフィギュアメイクのマナーで作れるパッケージを作ってくれるということですね。もちろんメイク、クリーンとかでコンパイルしたのが、あ、その前にメイクチェックっていうのはちょっと長くかかんないしませんけど、こうするとテストが走らせてくれるし、メイククリーンってするとコンパイルで作った自己消しとか消してくれますし、メイクリストクリーンってするとあのドットコンフィギュアで作った、メイクファイルとかも、全部消してくれます。なのでこういうパッケージを簡単に作れる仕組みですね、が、オートツールズになります。で、戻りますと、で、フォートランなので、フォートランをまだまだ使う余地がありますよと。これはさらっとちょっとフォートランの進め、ちょっと宗教がかってるかもしれませんが、フォートランをお勧めしていて、まあ、インプリシットノンを使いましょうとか、モジュールをコモンの代わりに使うのはやめましょう、そもそもいい加減帯域変数的なものを使うのはやめましょうとか、自由形式で書きましょうとか、構造体を使いましょうとか、配列の範囲が、自由ですと。1から始められたり、0から始められたり、マイナスから始められたり、こんな、FFT 用の配列が作れたりしますよと。あと配列やベクトルの演算が楽ですよと、マットマルとか用意されてますよと。モジュールとかインターフェースを使えばサブルーチンの引数の不整合によるバグが避けれますよと。さらにあのインテルフォートランだとこれも書かなくてもチェックしてくれたり最近はするらしいですけど、ある程度は、いろんな新しい仕組みありますね。オブジェクト指向のプログラミングの機能も最近はありますし、複素数はもちろん初めから使えますし、数学関数は豊富ですし、後で説明しますが、拡張子を .f にしとけば C プロプロセッサーが使えますし、先ほども申し上げたようにメイクとオートツールズを使えば、には、フォートランのような機能がありますし、ライブラリーは豊富、ポインターも使えますが、積極的に使う理由は特にありませんけども、基本参照は私だからですね、とか、動的にアロケーターした配列はサブルーチンの最後で解放されます。解放されたくないものは構造体の中に置くこともできますよと。あと、あまり、知らない人いるんですけど、リードライトでテキスト処理も割とできますよと。OpenMP で並列化もできますよと。コマンドアーギュメントカウントとコマンド、ゲットコマンドアーギュメントでコマンドライン引数も扱えるようになりましたよと。これはフォートラン2003からですね。とか、
ありますね。あと、符号小数点の精度をどう指定するかっていうのは、まあ、フォートランの悩みどころなんですが、もう昔のその単精度の時代からあるので、倍精度だといろいろ、こう、D とか書かなきゃいけないので、嫌だなっていうのもありますけど、コンパイルオプションを、で、全部の、符号小数点は倍精度ですよとかいう指定をすることもできます。これはちょっと、まあ、FLAM では採用してませんが、こういうことをしている人もいますよという、紹介です。要するに、かなり僕はフォートランが好きですよということを言いたいということで。で、あとは、グニューフォートランでは、今度、もう少ししたら出る、GCC の6の、G フォートランから、マットマルを内部関数、マトリックスマルチプライの略かなの内部関数をインライン展開する最適化が可能になりまして、こういうオプションを書いておけば最適化してくれますよと、まあ、試してみたら僕の場合遅くなってしまったんですけども、ありますし、ブラスを呼んでくれるのもありますんで、このマットマルを書いておけば非常に綺麗にコードが書けるんで、積極的に、マットマルなどを使って美しいコードを書きましょうということです。あと、フォートランでも C プリプロセッサーを使うことができますよって、これちょっとだけ紹介しておきますと、まず初めに言っておきたいのは、技巧に走って使いすぎないこと、デバッグが困難になりますよ。まあ、使い方としては、物理定数とかファイルのユニット番号などを一つのファイルにまとめて、複数の、ソースコードで共有するということ。まあ、これは、フォートランのモジュールを使う手もあります。で、何度も言いますけども、オートツールズには、との連携にはこれが必要で、あと、ファイルとラインという、これは要するにファイル名と行番号、に置き換わるんですが、もう利用できますよと。あと規格外のサブルーチン名の作用を吸収したり、コンパイラーの作用を吸収したり、ライブラリの作用を吸収したりするのに便利ですよと。で、C プルプロセッサーで処理される .f と処理されない .largef と smallf と使い分けましょうということですね。で、この例ですね、規格外のサブルーチン名の差異を吸収している例ですが、新しいバージョンでログファイルに実行したホスト名が記録されるようにしたいと。要するにその、どのコンピューターで実行したかを記録してやると、その、あるコンピューターだけで変な値になった時とか便利なので、記録するようにしたんですが、ただ、フォートランでホスト名の文字列を入手するための内部サブルーチンというのは、まだ、規格化されてないので、というのは、G フォートランですと、ホスト NM、インテルフォートランですとホスト NM なんですが、IBM XL フォートランですとホスト NM アンダーバーなんですね。なので、これを、まあ、使い分けてやんなければいけない。そういうときは、オートコンフと C プリプロセッサーでこの差異を吸収してやります。で、どうやってやってるかっていうと、configure.ac で、XLF が選択されたときに、ホスト NM をホスト NM アンダーバーで置き換えるような、プリプロセッサーの、命令を、使うものを書いとけば、いいですよということで、まあ、そのログファイルには、その行、ファイル名、行番号、ホスト名は、ここを使う。電池がなくなってしまった。聞こえますか。すいません、電池がなくなりました。ログファイルにホスト名が記録されるようになった時の例をご紹介しました。で、あとは、ドキュメントはどのように書いてあるか。
あとは1枚ずつぐらいで、なんかいろいろ、FELAMで使っているテクニックをご紹介しています。FELAMはとりあえずリードミーさえ読めば、使えるようになっています。で、英語版と日本語版のリードミーがあって、コンパイル方法が書かれたファイルがあって、あと、パラメータの決定方法が書かれているファイルもありますが、これは数式の書ける独自のマークアップ言語、ウルムルというものを作ったんですが、それで書いています。で、これで書くと HTML に変換してそのままウェブページになるので、便利ですと。メイクディストで自動変換されてパッケージングもできる。手間暇が削減できる。ドキュメントの散逸が防げるということですね。で、マークアップ言語のおすすめをしてますが、ドキュメントは HTML に変換しやすいマークアップ言語で書くのがいいと思います。で、ウルムルっていうのは、西松が独自に作った、ウルトラライトウェイトマークアップランゲージの略で、ウルムル 2HTML5 とかウルムル 2MassJax で数式が書けて、MassML とか MassJax 形式の、HTML に変換できますと。まあ、下の Git フレーバードマークダウンに比べて余計な空白が入らないというのが特徴だと。まあ、大したことはないんですが、特徴です。で、まあ、今だったらおすすめはこの GitHub フレーバードマークダウンというのも、マークアップ言語がありまして、GitHub 標準の、ちょっと、毛色の変わったマークダウンと呼ばれるマークアップ言語ですね。で、GitHub では readme.md が HTML に変換されて表示され、自動的に表示される、されます。で、非常に美しい表が書けるのが特徴になっております。で、gfm2html.ruby とかで手元でも HTML に変換できます。で、ですね。そうやっていろいろこう工夫をしといてやると、いろいろ自動化をしといてやると、オートツールズで配布用パッケージっていうのは簡単にメイクできますよっていうのが次ですね。メイクディストチェックでビルドディレクトリにでチェックが済み問題がなければ自動的にパッケージが完成します。で、この時のオプションはコンフィア .h の中に指定しますよとか、バージョンを指定できたり、パッケージを tar.gz じゃなくて tar.xg で作るとかいう指定もできるんですが、これも、このメイクディストチェックってやると、バーっとこう、コンピューターにもよりますが、5分か10分ぐらいで、かなり厳密なチェックをしてくれて、もしそのチェックが通れば、すぐに配布できるようなパッケージが、カレントディレクトリに、残されるので、こいつをもう、アップロードしてやれば、配布できるという。自分自身で一個一個こう展開して、チェックしてとかいう手間が省けるということですね。なので、このオートツールズというのはおすすめですが、もちろん、ビルドツールには、変わりもありまして、CMake と呼ばれるもの、これはアルプスが採用してますね。あと SConce と呼ばれるものとか、新参の忍者とか呼ばれるスピードを重点において開発されているものもあります。で、CMake と SConce っていうのは、Fortran のプロジェクトもサポートされています。で、あとは大したことは書いてないんですが、アプリケーション復旧のために何をやってるかということ。GPL で、フリーソフトウェアとして手軽にダウンロードし、できるようにしています。まあ、なんやかんや言って、一番重要なのは、FELAMを使って良い論文を書いて出版することですね。論文を出版直後には、ダウンロードの数は急増します。で、チュートリアルなんかを書くことも、
重要ですし、メーリングリストの質問には質問者のプロファイリングをしてから答えましょうとか、あと利用者、講習会はなかなか本当のユーザーになっているものは難しいので、フォローアップのサポートが必要かなとも思っています。あとはサーチエンジンオプティマイゼーション SEO をして見つけられやすいようにしましょうとか、でこれからやりたいことは、ナイトリービルドとかトゥードゥーリストをチケットシステムで管理とか、デビアンの公式パッケージにするとか、で物理としては、リラクサーのシミュレーションができるようになる予定なので、来週の仙台の物理学会で発表予定です。で、こうしておけばよかったと思うことは、データ構造を初めにしっかり設計する、後から変えるのは大変、ファイル名、サブルーチン名、変数名を初めからしっかり設計すると、後から変えるのは大変と、まあ矛盾してますが、上の2つと矛盾してないますが、ぐずぐず言ってないでプログラムを書き始める、書き換え始める、公開するというのも、非常に重要で、問題が出てきたら後から変えればいいので、とりあえずやり始めるというのは次回を込めて、重要かなと思います。まとめますと、高速な共有電体シミュレーターを作っていますと。電気熱量効果、弾性熱量効果のシミュレーションができます。オートツールズを使ってますと。などなどです。ありがとうございました。はい。